りますですね。やりますね。はい、どうもプロルでございます。本日もですね、モンストの方をやっていこうと思うんですけれども、今回はですね、こちらですね、今映画の方をやっているんですけれども、映画館の方行くとですね、空玉っていうのがゲットできまして、その空玉でですね、ガチャが引けるっていうね、前にね、何年前かな、そう、下のこの、この時もね、やったんですけどもね、まあ、今回はこちらということで、こちらの方が、空玉の方が今回ね、10個、貯めましたので、今回回していきたいなと思います。で、一応そうですね、ラインナップとしては、ここら辺なんですけれども、まあ、とりあえずは、まあ、なんでもいいや。とりあえずなんか、この中の何かが出てくれればいいんじゃないっていう感じなんで、まあ、とりあえず期待せずに行きましょう。で、一応そうですね、これなんか10連できないらしいんで、単発で、回していきたいと思います。じゃあ、行きましょう。ささっと行きましょう。さあ。何これ、なんか玉のあれが、ほっ、演出はさすがにないかな。あ、じゃあどうせねほらね、こういうのが来ると俺は思ってたんだよ。予想通り大丈夫です。大丈夫なんだよ。あれ、あと9回引けるからね、大丈夫だよ。さっ、これ10連できてもいいんじゃないのかなって思うんですけどね。単発だとちょっと時間かかっちゃう。ほいっと。もう笑いしかないよね。もうどんどん行きます。もうね、一喜一憂してる場合じゃない。もうどんどんね、行っちゃった方がいいと思う。あ、ここ最近本当に演出の方を見てないんだよな。そろそろ久しぶりに見たい。本当にこの辺なんか使い道のあれもないよね。本当にラック上げて、星5の制限ぐらいじゃないの、使い道があるとしたら。お、これあれですね、多分新キャラの星4じゃないのだね。ユーナですね。映画全く見てないからキャラクターを知らないんだよね。まあとりあえず一応、確保はできましたね。はい、まあいいよ。とりあえずあとはそうですね久しぶり見た、この G めちゃめちゃ久しぶり見たんだけど、やめて、演出見たいよ。なんか最近本当に見てないからな、かなり。またか。あ、もう2体目はいいよ。あともう1体簡単にできちゃうからね。今回も渋い感じかな。さすがにオーブ使っては回しはしない本当にできた、簡単。嫌いじゃない。あ、残り3回ですね。なんかこれでも爆死な予感がするな。やっぱ単発だともういいよもういい、もういい、この流れでせめて限定来てくれよ。さあ、最後の残りラス2だからね。いや、もう待って、これ何、これ、お祭り騒ぎだよ、もう。じゃあラスト1個いきますよ。これ待って、出るよね絶対に。フラゲットタッチだとダメだ、ダメだ、ダメだ。お、なんか2回回ったよ。あれ、バグこれ。お、出た、最後の最後で出たよ。じゃああれ演出だったのかな、バグかと思ったけど2回回ったよねさっき。お、来た、カナタですね。出ましたね、まさかの。これ主人公なのかな。なるほどね、これ使うの、使えるのかな。あ、まあいいや、とりあえず進化だけはさせときましょう。はい、ということでですね、本日はですね、こちらですね、空の彼方の、コラボガチャの方を回したんですけれども、一応10回ですね、10回回してみた結果ね、ユーナの方が、5体出てくるというね、謎のハーレム状態になったんですけども、最後の最後にですね、こちらですね、はい、彼方の方が出ました。
まあ最後の最後に出てきてくれたから、まあいいかな。そこまで引っ張ってくれたのかなっていう感じはしますね。とりあえずですね、一応、近くに映画館の方があるので、まあもらえる限り暇つぶしで行こうかなと思います。まあ暇があればね、暇があれば映画館行って、なんだっけ、さっきのなんとか玉の方をもらおうかなって思います。はい。で、まああわよくばもう一体ぐらい何かね、星5が出ればいいかなって思います。さすがにこれでオーバー使う気は全く起きないのでね。そんな感じなので、ということでですね、今回はですねこんな感じということで、まあコメントでね、皆さんも何が出たかね、コメントで教えていただければなと思います。ということで本日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またね。